スピリットは、1993年1月10日から6月13日まで放送された第31作目の NHK 大河ドラマ。16世紀末17世紀初頭琉球王国が薩摩藩島津市により支配されていく時代の人々を描いた。大河ドラマ唯一の半年作品でもある。16世紀末、激動の東アジアにおいて挑戦。 ベトナムなどと同様、独立を保った琉球王国。慶長14年、薩摩藩の琉球信仰により侵略支配され、俗国になるものの、独自の歴史と文化に誇りを持ち続けた。主流の歴史館では帰り見られなかった悲哀の歴史を描く大河ドラマ第1弾。小野菊五郎、藤純子夫妻を第4作目の、源義経以来27年ぶりに共演させたり、 初めて、沖縄県を舞台とするなど、新しい試みが見られた。また、初回放送文では、オープニングタイトルがその後通常使用されたものと、異なりドラマのダイジェストとなったほか、クレジットも横書きで表記された。最終回本編終了後の、耳機構のコーナーでは、首里城に施された、螺鈿細工についてのエピソードを紹介し、同じく螺鈿細工の施された、 中村寺の話題に触れ、そこから自作、炎立つの予告につなげるというハイパーリンク的な演出がなされた。地元の沖縄県では放映が終了した翌年の1994年2月10日11日に、総集編を沖縄方言による吹き替え版が放映された。オープニングテーマは、谷村真司のポップス曲であり、NHK 交響楽団の演奏ではないいうな。 作品である。本放送の5年後の1997年秋から翌年3月まで沖縄本土復帰25年を記念して NHK 総合テレビで全編再放送されている。過去の大河ドラマが NHK 総合テレビで再放送されることは極めて稀なケースである。なお、本編、総集編ともに VHSDVD を含めて過去に ソフト化が全くされていない。平均視聴率は17.3%、最高視聴率は24.1%。なお、地元の沖縄県では、第1回の放送の視聴率が82%に達した。NHK 沖縄放送局は、2019年10月31日に発生した首里城火災を受け、これまで首里城を舞台に NHK で、 制作放送した番組を5夜連続再放送する企画名作シリーズ首里城の一環として総集編を2019年12月19日20日の両日にわたり沖縄ローカルで再放送した撮影に使われた読谷村のオープンセット本作は NHK 本体ではなく NHK エンタープライズ制作作品であり 外部制作だから可能な大胆なメディアミックスを駆使した試みがなされた。登場人物の性格設定については NHK タイガドラマストーリー及び放送当時の新聞記事を参考にした。豊臣や島津や徳川家特がない限り NHK クロニクルの NHK 番組表ヒストリーで確認。共に6月20日に放送。総集編は NHK アーカイブスで視聴可能。 5分程度のダイジェストは NHK アーカイブスのサイトで視聴可能日本放送協会放送文化研究所放送上報放サブ NHK 年間94日本放送出版協会1994年4ページビデオリサーチ NHK 大河ドラマ過去の視聴率データ日本放送協会放送文化研究所放送上報放サブ NHK 年間94 日本放送出版協会、1994年486ページ、主音声で通常版、副音声で沖縄方言吹き替え版を放送。またオープニングは、この再放送用に、火災直前の首里上一帯の映像に差し替え、審判再刊は、陳春新中国ライブラリー21、講段社文庫一部放送日時の変更あり、ありがとうございます。